皆さんこんにちは、ひろげです。まあとりあえず一言言うのであれば、今日から3月が始まりました。もう2023年の4分の1が終わってしまいました。まあ僕個人的な話なんですけど、2級建築士の製図試験まであと半年で、JBF まで残り3ヶ月となりました。JBF の作品については、まあとりあえずあらかたすべてほぼ完成してますので、まああとはほぼ仕上げるぐらいなので、まあとりあえずぼちぼち頑張っていこうと思います。で、3月1日から新商品のレゴが発売されましたので、買ってきました。ただ、今回は2個しか買ってません。あ、これについてはまあ後に話します。まあとりあえず今回買ってきたものを紹介します。今回買ってきたのはこちら！レゴクリエイターユニコーンとスペースシャトルです。はい、今回はこちらの2つを買ってきました。ちなみにこちらはトイザラスで998円で買いました。本当はレゴクリエイターの混合インコが欲しかったんですけど、僕の地元のトイザラスには混合インコは売られてませんでしたので、今回はこの2つだけ買ってきました。ちなみにスピードチャンピオンもあったんですけど、まあこれといって欲しいものがなかったので今回はスルーしました。ちなみに今スピードチャンピオンで欲しいのはランボルギーニカウンタックです。こちらのレゴクリエイターは今月中に公開したいと思います。とりあえずまあ3月については、まあ2月と変わらずまあぼちぼちやっていこうかなって思っております。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。